終了式。あああ大掃除。雑巾雑巾今言うもう夜やで。雑巾え、あ、コンビニで売ってる。ほな、買いに行こう、今から。なんか古い方なんかえ、プリントアウトして。ホームページからプリントアウトして。え、プリントアウトないやん、うち。え、じゃあまあ、もう一回コンビニ行こう。もう、前の日の夜に言うのやめ、な、ちゃんと言うと他にない？大丈夫？え？クリスマス会明日はクリスマス会？お母さんがもう弾くんやって。5曲弾く？クリスマス会。お母さんが5曲弾く？なんかバイオリンで弾くって。まあ、クリスマス会でバイオリン5曲弾く？うん、まあ、それはあるわ。うん、それは、明日な、OK。お疲れ様です、すみこです。急に前の日の晩にね、子供がなんか用意せえって言ってくることはよくあると思うんですけど、まあ、クリスマスも近いのでね、今頃になってですね、クリスマス会でバイオリン5曲弾いてとか、あるあるね、あるある、あるので、まあ、ちょっと用意しなかったわっていう方のために、5曲ほど用意しておきました。急に、言われて5曲弾かなあかん人は、使ってください。楽譜を下に、まあ、ダウンロードできるようになってます。誰でも選べるように、ピアノ伴奏譜はプリント楽譜からダウンロードできる曲ばっかり選び、その通りに選びましたんで、まあ、あるあるやと思うんでね、急にバイオリン5曲弾いてとかいうのは普通にあることやと思うんで、よかったら使ってください。今回5曲用意しましたけど、全部、ファーストポジションで弾けるっていう楽譜、1回目と2回目をちょっと変える、まあ、オクターブ上げるとかいう風になってる楽譜と、アドリブとか入ってる楽譜の3パターンで用意してます。全部下からダウンロードしてみてください。と、大元になってる楽譜はプリント楽譜のダウンロードです。ピアノ伴奏で一緒に演奏したいっていう人は、プリント楽譜からダウンロードしていただくと、今回プリント楽譜の中から、弾き語りの楽譜から取ってますんで、その弾き語りのところの歌のところをバイオリンで弾いてるって感じになりますんで、ピアノの人にピアノ弾いてもらったら、それで成り立ちます。はい。まあ、一緒にどっかで演奏したいっていう人は、ピアニストにそれ弾いてもらってください。それは、プリント楽譜のところから購入してもらったら、買えますんで。で、バイオリン譜は、ダウンロードしてみてください。はい、では、1曲目。おめでとうクリスマス。ソング RTA 2曲目ジングルベルですね。繰り返しが2回ある感じで、ファーストポジションだけの人は同じことを2回弾く。2回目変えたい人は多分2回目オクターブ上げている。はい。で、アドリブを入れたい人は後半ちょっとアドリブ入れてます。作らせた伴奏が跳ねてたんで、私は跳ねてますけど、ダンダダンダダンダダンで弾いてもいいし、タタタタタタタで、それは伴奏で合わせてください。はい。どっちでもいけるようになってます。
サンタが街にやってくる、ファーストポジションのやつは2回繰り返す。1回目違うやつは2回目オクターブ上がってる。はい、じゃあ、アドリブ付きのやつ弾きまーす。構造リテジョイトザワールドですかね。はい、これはなんか5回ぐらい繰り返すみたいな楽譜になってました。ファーストポジションで弾きたいっていう人は、5回弾いてください。なんか、2回弾くごとに休憩が入るみたいな。1番2番行ったらなんか感想入、3番4番行ったら感想入って5番で終わりみたいな、なんか5番まであるみたいな、なんか歌詞がね。なのでまあずっと同じの弾いてもらってもいいです。で、オクターブ変えたりするやつはなんかちょっとずつ変えたりするの作りました。で、まあ5回弾くんで変奏曲みたいにしたの作りましたんで、まあよかったらこれも作ってみ、使ってみてください。はいはい、じゃあ行きましょうか。Thank you.
はラスト5曲目、きよしこの夜、サイレンナイ。これ3回繰り返せみたいな楽譜だったんで、なので3回繰り返しております。ファーストポジションで弾く人は3回同じこと繰り返す、1オクターブ上げたりとかして、ちょっと1回目と2回目と変えてるっていう人は、それ用の楽譜があります。でちょっと3回あるんで、1回目メロディーで真ん中アドリブ、3回目またテーマっていうのを、私今から弾きますね。というわけで、まあ、売ってる楽譜でなんとかチャチャチャっと5曲ほど仕上がりましたんで、まあね、すぐに5曲弾かなあかんみたいな用事はまあよくありますんで、よかったら使ってみてください。バイオリン楽譜はいろんなバージョンで下に貼ってます。すべて同じ長さで弾けるようになってます。ピアノ伴奏で弾きたい人はプリント楽譜の方で買っていただいたら、サイズは全く一緒になっております。はい、というわけで、よかったら使ってみてください。皆さん良いクリスマスを。